いかに美しいものといえど、いずれは過去の遺物と化す。ならば、か弱き我らにできることは何か。それは一日でも長く、その美しさをとどめることのみである。アーティスは、その比類なき才能を駆使して数多の偉業を成し遂げてきた。だというのに、自伝にはこんな言葉を綴るのね。誰にでも落ち込む時があるってことかしら。けど、そんな人間の儚さこそ、老いを知らない私たちの心に響いてしまうものなのよね。そう感じるのは君。愛も変わらず釣れないわね、オケアノス。いや、今はキャゼルヌだったかしら。どうしても最初の名前の方を口にしてしまうのよ。100年以上も前に耳にした名前だというのに、ね。彼が残してくれたこの祭典も、今年で100年目。ところで、まだ怒ってるの？今朝の投票でみんなの答えは分かったでしょうに。過ぎたことをいつまでも引きずるだなんて、あなたらしくないわよ、マスター・オケアノス。それにしても、なかなか素敵な服ね、それ。生地は、シャシバートさんの女王物といったところかしら。エンリルに選んでもらったの？誕生日にもらったの。誕生日、そう、誕生日ねえ。私たちの誕生日なんて所詮は設定に過ぎないというのに。だがエンリルは我々ほど長く生きてはいない。故に今の彼にはこの世の風習というものを覚えさせておく必要がある。そうね、それもまた子供の可愛いところだと思うわ。私の子もそんな感じだもの。時に君はオーディンの部下にフェスタムアーティスの招待状を送ったそうだな。ええ、ミューズ協会とエーテルゲイザーは協力関係にあるもの。別におかしくないでしょ。だけど今回は州ではなく、新人のアドミンが来るらしいわ。それも人間の。ふっ、いい加減なことをしてくれるな、ミューズも、そしてエーテルゲイザーも。何カリカリしてるのよ。ひょっとしてまた何か盗まれたの？よりによってこの大事な時期に。ああ、音楽協会も被害に遭ったと言っていた。トップクラスの協会で未だ無事なのは君のところを含めて2つだけだな。なら防犯対策をしっかりしておかないとね。それはそうと、スズラン騎士団は何をやっているのかしら。最初の事件からだいぶ時間が経つというのに、いまだに犯人を捕まえ。そのドアが開いてましたので失礼しました。構わない、入りたまえ。はっ。ごきげんよう、ハデス評議員、キャゼルヌ評議員。まさか団長さん自らいらっしゃるなんて。あなた今日は随分と忙しいのね。いえ、こたびはハデス評議員に用があり参じた次第です。例の窃盗事件に関してミューズ協会のご助力を賜りたく。はい。
オモフィースは大規模なベインクエイクが未だに観測されていないほど災害が少ないセフィラゾーンだ。それと芸術の都としても知られていてな。だからフォトンレールが開通されてからは各セフィラゾーンに芸術品が輸出されるようになったんだ。そのおかげでかなりの利益を出すことに成功し、創造産業がさらに活性化していったってなわけさ。ねえねえ、あれ見て、あの建物石でできてるよ。すっごい。わあ、このお人形おじさんが作ったの？アドミンさん、これ買ってもいい？あの石の建物ってレストランなの？意外すぎるんだけど。てっきり新人が一番はしゃぐもんだと思ってたんだが、どうやら大外れだったみたいだな。すみません、少し後ろに下がってくれませんか？建物が見えないので。いえ、こちらこそ。おや、その身なりから察するに、ひょっとして皆さんは他のセフィラゾーンから来られたのですか？なるほど、賑やかな街に戸惑う旅行者、いいですね。アインソフィーなら色は金属を連想させるシルバー、そういった冷たい色が似合いそうです。もし彫刻で表現するなら、その場合は強化プラスチックを使うのが適切かもですね。ええ、あと少しで完成するところです。ステラリス海から白亜の城壁とアーチを越えてやってくる潮風が最初に訪れるのはこのデモクリトス通りになります。ここはオモフィースで最も歴史のある通りでして、石畳の一つ一つに物語が秘められているんですよ。そしてこのような街の風景を描くことは僕のような芸術家を志す者にとっては日課なんです。はい、まだ試験に合格してませんからね。このオモフィースでは16歳を迎える前に芸術協会が認定するライセンスを取得しなければ芸術家になれないんです。あなたたち、ここで何をしているの？駅で待つように伝えたはずだけど。皆さんはヘラ様のご友人だったのですか？これは失礼しました。知っていると言いますか、僕あの方のファンなんです。オモフィースでは知らない人の方が珍しいくらい有名な方ですからね。それで感想は？綺麗で面白い場所だね、ここ。あなたたちが目にしたものなんてほんの序の口に過ぎないわ。ミューズ教会とステラリス学院、その2つを見て初めてオモフィースの進化がわかるというものよ。あのヘラ様、先月出版された真の紳士と淑女について拝読しました。すごく心打たれる内容でした。それでよろしければサインをいただきたいのですが。ありがとうございます。何よ、その目は。はあ、相変わらずマナーがなってないわね。淑女の前で嘘をつくつもりならもう少しバレないように配慮なさい。ま、あなたにそれができるとは思っていないけれど。勘違いしないで。もしこの私を凡人と同列に見ているのなら承知しないわよ。いい？
真の淑女というのはね、常に上から人を見ているわけではないの。マナーにはマナーで、優雅さには優雅さで返す。そう心がけているからこそ、私は高貴でいられるのよ。なんだかよくわからないけど、勉強になった気がするよ。とにかく、これから教会まで案内してあげるわ。それと、話し込んでしまったせいですっかり言いそびれてしまったけれど、ようこそオモフィスへ。これって友人じゃなかった、ノビク？はい、これらの写真は全て情報家が集めたものです。シャシバート、ササナミ、ノイハンサー、オモフィース、複数のセフィラゾーンで彼の姿が確認されています。わかりません。確かに姿を変えた方が動きやすいと思うのですが、もしかすると知能種が人間に擬態する際は何らかの制限があるのかもしれませんね。いずれにせよ、その姿のおかげで彼の活動エリアを特定することができました。先ほど目星をつけているセフィラゾーンに他のメンバーを派遣しました。残っているのはオモフィースのみですね。オモフィースって確かヘラさんが暮らしてるところですよね。ええ、その通りです。これは先日ヘラが届けてくれたフェスタムアーティスの招待状です。数日後に開催するらしいので、この機に乗じてオモフィースの調査に当たりたいと考えています。オモフィースは最もノビクがいる可能性が低いと推測されています。ですので、あまり大ごとにはしたくないというのが本音です。それに、おそらくこの時期のヘラたちは忙しいでしょう。ですから、何かおかしなところはないか、そういった点に注意を払ってくれるだけで十分です。さあ、見えたわよ。これがヘラさんが住んでるお屋敷？すっごく立派だね。正確には半分だけだけどね。ロビーは普段教会のジムや試験会場として使っているのよ。まあ最近は業務量が少なくなってきたから徐々に家具を移してるところなのだけど、それと屋敷の中を見るのは構わないけど、くれぐれもコレクションを壊さないようにね。どれも。見て、アドミンさん、あそこに甲冑を着込んだ守衛さんがいるよ。かっこいい。え？ミューズ教会に何かご用でしょうか？業務の申請ですか？それとも試験を受けに？でしたらこちらにお名前を。いや、私たちはその…待ちなさい。質問したいのは私の方なのだけれど、あなたたち一体何なの？我々はスズラン騎士団です。そんなのは見ればわかるわ。私が聞いているのは、勝手に人様の屋敷を取り囲んで何をしているのって意味よ。その…実は本日から各教会の治安維持に努めるよう団長からお達しがありまして。ってことはまたアテナね。ヘラ様であられましたか。大変失礼しました。でしたらお名前の記入は結構ですので。まったく。さあ行くわよ。あ、お待ちください。そちらのお二方はまだお通しするわけには参りません。
教会に出入りする部外者、特に他のセフィラゾーンから来た不審者はスズラン騎士団に身元を提示するよう義務付けられていますので。私たちって不審者なの？その二人はミューズ教会の客人よ。と言われましても我々もこれが仕事ですので。では二人を本部までお連れし、身元の確認ができ次第団長の指示を仰ぐとしよう。わかりました。ちょっと私たちミューズ教会からの招待状を持ってるんだけど、それなのに不審者扱いって。招待状は公文書ではありませんので、とにかく来てください。お二人の身元を確認し、問題がなければ解放いたしますから。それまでの間はこちらで用意した宿泊施設で待機願います。どうやら口で言ってもわからないみたいね。私の客人を存在に扱うことは私に対する侮辱も同然よ。ヘラ様、申し訳ございませんが、もしこちらの業務を邪魔する者がいれば誰であろうと容赦するなと団長より仰せつかっております。ですのでどうかご理解ください。本当に見てるだけでいいの？ミント、レウケボ、手助けした方がいいと思う？わからない。あの人たちのことはよく知らないから。でもヘラ様が困ってるよ。ならヘラ様のお手伝いをしよう。わかった。それじゃあハデス様から頼まれたアフタヌーンティーの用意をした後でね。そっちの方が大事なの？違うの？わからない。だからミンタの言う通りにする。まだやるつもりなの？持ちこたえろ。これは我々の責務であり名誉でもある。まったく、あの団長にしてこの部下ありね。双方そこまで。団長、それにハデス評議員まで。今はマナー講義の最中よ。邪魔しないでもらえる？団所に戻れ。しかし、承知しました。失礼します。5年に一度の祭典で忙しいからかしら、ずいぶん部下の管理がずさんになってるみたいね。かつてはオモフィースの秩序の象徴とも謳われたスズラン騎士団が、あろうことかミューズ教会の客人を拉致しようとするなんて、ほんと嘆かわしいったらありゃしないわ。職務を遂行していたとはいえ、こたびの一件はこちらの配慮が欠けておりました。また昨晩評議会へ申請を提出したばかりのため令状も間に合わず、返す言葉もございません。スズラン騎士団を代表し慎んでお詫び申し上げます。分かればいいのよ。こちらの二人はミューズ教会の客人でそういないわ。今朝オモフィースに着いたとのことだし、窃盗事件とは無関係と見て間違いないでしょう。さようでしたか。不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございません。はい、これで誤解が解けたわね。なら一件落着ってことで。ヘラもいろんないわね。ええ、構わないわ。それで
あなたたちがエーテルゲイザーからのお客様ね。はじめまして。私は前衛芸術鑑賞協会、元いミューズ協会の会長ハですよ。成功評議会の第7席も兼任してるわ。はじめまして、ベルダンディと言います。そしてこちらはアドミンさんです。今回はお招きいただきありがとうございます。短い間ですが何卒よろしくお願いいたします。別に普段通りの言葉遣いで問題ないわよ。自分の家にいると思ってくつろいでちょうだい。なら早速要望が。オモフィースのキロピタが食べたいんだけど。面白い子ね。お安いご用よ。レウケ、ミンタ。はい、ハデス様。はい、ハデス様。おねいろいを客間まで連れてきてちょうだい。それとギロピタの用意を。アフタヌーンティーにギロピタ、それはいい組み合わせとは。ハデス様の命令だから問題ない。さて、大変申し上げにくいのですが、現在オモフィスは少々特殊な状況下にあります。そのため他のセフィラゾーンからの来訪者に関しましては、外出の際我々も同行させていただきますので、そこだけご理解いただけますと幸いです。理解を求めるなら先に何があったのか説明してちょうだい。人様の屋敷に騎士を送り込んだことと関係があるんでしょ。はい、実は数週間ほど前より多数の教会にて貴重な収蔵品が盗まれるという被害が相次いでおりまして、それゆえ現在はミューズ教会に限らず他の教会にも騎士を滞在させております。収蔵品が盗まれるって、そんなの初めて聞いたのだけど。数名のスタッフが気絶する程度の被害でしたので、フェスタムアーティスの開催に支障をきたさぬよう情報を伏せておりました。なのに事態は一向に収束せず、今になってパニックを起こしたと。そういうことなら私たちも手伝うよね、アドミンさん。そう、助かるわ。それじゃあアテナ、この子たちにももう少し情報を共有してあげて。はい、未だ犯人の特定には至っていませんが、目撃者を見つけました。ロン君、こちらへ。彼は彫刻協会が盗難被害に遭った際、現場にて犯人の姿を見たと我々に連絡をくれた学生で、ロン君と言います。どうも。僕が見たのは人間ではなく、奇妙な形をした数匹の生き物でした。でももし夢でも見ていたんじゃないかと言われたら、正直何とも言えないというのが本音です。ロン君だったかしら。なぜ関係者でもないのに閉館した後もそこにいたの。その実は僕、ステラリス学院絵画科の4年生でして、昨日は試験の準備であそこにいたんです。その時、失礼します。ハデス様、お音色いお嬢様をお連れしました。ですがお嬢様はまだお休みになられてます。まどろみちゃん。
ございます、オネイロイさん。あれ、今日は授業がない日なのに、どうしてロン君がいるの？あ、そっか。これ、きっと夢の中だ。つまり目の前のロン君は偽物。ちょっと、僕は本物ですよ。正真正銘クラスメイトのロンです。じゃあ私起きてるの？この子はオネイロイ。夢と記憶を操作する能力を持っているのだけど、力を完全に制御できるほどまだ成長できていないの。そのせいで昔ちょっとした事故を起こしてしまったことがあってね。だから今はその力を抑えるために長時間眠る必要があるのよ。オネイロイ？あ、そういえば戦技室のメンテナンスレポートにそんな名前があった気が。それもそのはずだぜ。戦技室が開発したドリームリビルドシステムはオネイロイの能力を真似て作ったものだからな。まあ効果は本家の10分の1にも及ばないが。オネイロイさん、今回はあなたの力を借りたくてお呼びしました。実はロン君の夢に入り、窃盗事件の犯人を突き止めたいのです。夢とはいわば記憶を再構築したもの。それなら特定の時間帯の記憶を呼び出して構築するくらい造作もないわね、オネイロイ。うん、できるよ。なら夢に入るのは私とアテナ、あとはエーテルゲイザーのお二方とヘラ。あなたも手伝ってくれる？はあ、わかったわ。ご協力に感謝します。別にあなたのためじゃないわよ。早く事件を解決しないと、いつまで経ってもあの騎士たちが町をうろつくわけだしね。そんなのごめんだわ。ロン君は夢の主だから、真ん中に座ってちょうだい。他の人は彼の周りに。よし、それじゃあオネイロイ、始めていいわよ。ロン君、緊張してる？手にいっぱい汗かいてる。その、オネイロイさんの能力って、僕の記憶をみんなに見せちゃうものですよね。うん。見られたくない記憶でも、あるの？もちろんです。というか、誰にでもあると思うんですけど。だったら見せてもいい記憶だけ思い出して、それ以外の記憶は避けるようまどろみちゃんにお願いしとくから。うん、ありがとう、オネイロイさん。あれ、ロン君、ひょっとして最近眠れてない？ここしばらくは試験のことで頭がいっぱいでしたからね。それに今年が最後のチャンスってのもありますし、そう考えたら自然と目が冴えちゃって。そっか、変な夢がたくさんあるのもそのせいかな。変な夢？うん、でも大丈夫。約束した以上、まどろみちゃんは勝手に覗かないよ。じゃあ、ロン君、昨日のことを思い出して。昨日は確か朝早くに起きて、それから絵の具と画用紙を切らしてることに気づいて。あっという間になくなっちゃうよね。
私もいつもミンタとレウケに買ってきてもらってる。それで町へ買い出しに出たら、スズラン騎士団の人を見かけて、店主さんに何かを聞いてたみたいだけど、ダメだ、すごく眠い。うん、おやすみロン君。なんだか私も眠くなってきたんだけど。ミンタ、レウケ、お客様をもてなしてあげなさい。よっ、あがめなさい、わしはいなさい、嫌がれ、駆け引きたる炎よ。よっ、はい、バタナミちゃん、夢よさせよと。よっ、夢高い、嫌がれ、駆け引きたる炎よ。無駄な時間だったぞ。震えるがいいわ。これでどう？せい！痛いでしょ？私を阻むグレーマーは一瞬でスキルオフまで演じましょう。サドラミちゃん、お願い。踏みつぶしてあげる。この炎からは逃れられないわ。やっ、生きなさい。汚らしい、震えるがいいわ。やっ、サドラミちゃん、お願い。踏みつぶしてあげる。触れることは許せないわ。さあ、盛り上がれ、確認光る炎よ。なかなかいい演目ね。ふっ、やっ、これでどう？やれやれ、つまらない結末ね。